穴蔵です。相模原の昔からある水路に来ています。こちらからしばらく歩いたところまでですけど、映像に撮りたいと思います。逆側は遊歩道になってますね。完全に埋め立てられて、これですね、多分昔の まんまの作りになってんじゃないかなと思いますけど、台地で水に乏しかった地域のようで、川からこれ引いたらしいですね。周りはこういう緑がちょっと、こっちもそうですけど残されてますね。何ですかねこの土は。この辺は新しいのかな。この辺の作りは後から作ったんじゃないですかね。ちょっと想像ですけど、こんな感じでここは埋まってるんですね。なんか理由があるんでしょうね。こういうのは昔からの作りで保存されてると思いますね。これ石垣みたいなのは。アドバイスがめっちゃうまい。土が出てるんですよね。ただ割れ目から水と一緒に少しずつ出てるのか。意図的に土が盛られた感じはしないな。昔は多分これ相模川の方から引っ張って、水引っ張って水の乏しいこの台地の方に流したんじゃないですかね。
まあ貴重だってことで残ってるんでしょうね。あとは向こうの住宅街とか、こっちのもうちょっと行ったところの先はもう住宅街なんで、そこは埋まっちゃってますけど、やっぱスマホって撮りにくいですね。あの映してる映像が太陽の光に反射してしっかり確認ができないんで、アバウトになっちゃいますね。この相模原の中央緑地帯って言って緑が保存されて、保存っていうのかな、されてる場所なんですね。その一部になりますね、ここが残ってるは。想像するに、まあ、どうだったか分からないですけど、このぐらいの水の高さで間に合うような水量で、まあ、こういう枯れ原なんだって入ってくるわけじゃないですか。これ いろいろやっぱ掃除とかしてたんですかね、それともあの流れに任せて大きな問題にならなかったのか。ここも人が少ないわ。本当にそう思いますよ。このね、上は後からくっつけたんでしょう。これはこの赤い線ですかね。赤い線の上の方か。
そうなものですと。これ多分ずっと行くと JR 横浜線の小淵駅の方ですね。住宅街通って抜ければ駅そっちの方ですね。何したっけな、桜が結構咲くんで今年どのぐらい人来るか分かんないけど、まあ当たり前だけど向こうはこうやって土の上でこっちはもう作られたものですけど、昔はまあ向こうもこっちと同じように土の上だから大変ですよね、なんか直すにも。どうしても今の道路がある前提でいろいろ語ったりしますけど、昔はねこういうとこ入っていったりして全然感じが違いますからね。道がもう舗装されてるっていうのはもうここ数十年の話ですから、靴だって良くなかっただろうし、公園というか遊歩道になってまして、この森全体があちこちこうやって歩けるようになってるんですね、コースとして。たまには来ますけど、人が少ないですね。もっとカツカツ歩いてたり、あの犬の散歩とか、もっと人が多いですよ。からずっと埋めたんでしょうね、この先は。ちょっとこの先行ってな、見てないんで分かんないですけど、まあ途中で出てきてるかもしれないし、それは分かんないですけど、まあこんなとこですね。以上です。穴蔵でした。ありがとうございました。失礼します。